バッティングはタイミングであると、そういうことですね、はい、まずタイミングが大切ですね、タイミング、金沢高校時代は今ジャイアンツにおりますキャッチャーの笠間とバッテリーを組みまして3番4番クリーンアップを打っておりました。ピッチャーじゃなくてバッターで入ってきたんですよ、うん、まあ、今シーズンは一応ピッチャーとしても、いいですね、上がってまいりましたがね、実績が、はい、いいバッターになったでしょうな、うん、でも今シーズンのドラゴンズにこの土の上がいなかったらですね、はい、これは大変なことでしたね。そうですね、これは高めの球ポーンと合わせただけ、土井です。6回の裏中日ドラゴンズは三者凡退であります。2回目の三者凡退で得点がありません。